割とこれを撮影しているのは3月2日の夜ですけども、今日の午後はとにかくすごい雨が降りまして、で、大学の駐車場に車を止めてから、大学の中央棟までの、あれ、どこなのかな、100、200メートル弱ぐらいですかね、の間を移動するときに、朝、朝降ってなかったんでね、こう、傘ささないで行ったんですよね。 でつまり、夕方は、こう、結構雨が降っていたので、まあ、夕方か雨が降っていたので、まあ、あのー、まあ、ちょっとぐらい降ってても、こう、走れば、なんとかなるかなと思ったら、結構、すごい勢いで降っていて、びしゃ濡れ、びしゃ,びしゃ濡れ、びしょ濡れになりましてね、帰ってきて、着替えたって感じなんですけども、今日の午後、え今日の、えー、朝か、朝、結構早い時間だったかな、にですね、 まあ,あの例によって支援センターの、えー、所長席というところでですね資料を作ってたんですけどもそしたらですねカウンターのところにまあお名前出してもいいかな、えー、S 法学部長がいらっしゃったんですよでまあ、えー、そのカウンターのところにいるこうスタッフの人たちとねにちょっといくつか質問してたんですよ で、まあ、ああの、前から言ってますけども、僕は、その、いわゆる現場主義なので、まあ、当然、その、スタッフさんと法学部長が話をしている話も、まあ、距離的にも聞こえてくるものだったんで、まあ、ただ、いきなりこう行くのもあれかなと思って聞いてたんですよ。聞いてたんですけども、ちょっとこう、内容的にスタッフさんにはわからないことだったりとか、あるいはスタッフさんとして答えていいかわからないようなものだったんですよ。で、 ま、そこでその、職員さんが出て行って、あるいは課長さんとかが出て行って何かを答えるってこともあるんですけど、たまたまね、いなかったんですよ。その時確か。で、たまたまいなくて、で、ちょっとスタッフさんが答えに苦しんでるな。どう答えていいかわかんないそうで苦しんでるなと思ったんで、まあ、僕が行きまして、んで、ま、あ要件を聞くというか、ま、あその、まあ、大体聞いてたんでね、その話の、えー、ま、向こうからの、 え、質問に答えていったんですけども。まあ、あのー、詳しくは言えませんし、ちょっと記録として残るのも問題があるかなっていう気もするので、詳しくは言いませんけども。まあ、要するに、21年度に、まあ、4月以降に、会議をやるときに、どうするかっていう話だったんですよね。で、つまり2020年度は、まあ、ほぼ遠隔授業だったわけで、まあ、教室でやる授業っていうのはほぼなかったわけですよ。 でそうなると、大人数の会議とかを密を避けるために大型の教室でね、やるってことができたんですよね。でところが、2021年度はまあ対面を中心に授業をやるということが大学の方針としてホームページなども出てますけれども、となると、教室を使って会議をすることが難しくなるわけですよ。 でそうなってきた場合に、まあ、授業でね教室をつ、教室を使うっていうのは、まあ、最優先なわけですから、会議をどうするかってことになってきて、例えば、まあ、会議室に集まるっていうのは密なので、教員に関しては、まあ、専任教員の場合には、中央棟に、まあ、中央棟と、あともう一つ別な建物のどちらかに、えー、個人研究室で持っているので、その個人研究室で、から、ズ、えームで参加するっていうようなことをできないかと。 で、ただですね、まあ、あの、これも前から言ってますけども、会議日っていうのは結構、まあ、あの、ありまして、まあ、普段であれば毎週水曜日ですよね。で、あとは火曜日の午後とかに会議が集中しやすくて、水曜の、まあ、3時半、4時ぐらいとかが、まあ、ある意味ピークなんですけども、その時間に仮に複数の会議が同時に開催されて、そして、えっ、ー、と、人教員全員が、いずれかの会議にズームで参加することが、ネットワークへの負担、負担、 負担というか負荷というか敵に大丈夫かっていう感じの質問だったんですよ。で、その質問を聞いたときに僕の中にはある一種のまあ予想があってね、これは多分こうだろうっていうのがあってですね、まあそれそのこと、その場でお話ししたんですよね。でただ、それは僕自身はネットワークの、えー、実は所感ではないので、えー、まあ一応僕はこう思いますよみたいなことを言った上で、あとで、 えー、その所管の課長さんにね、聞いて、で、まあ、その、シミュレーションとかをしたりしてね、最終的にそのことを夕方、また法学部長のとこに行ってね、お答えしたんですけども、まあ、朝のね、その、やりとりの時にね、かなり面白い話になって、ただしね、面白い話なんだけど、ちょっとそれはここで言えないので、このね、あの、あの話の面白さをね、伝えられないのは本当に残念なんですけれどもね、 なんかね、ようやくここまで来たかっていうのは、それは、まあ前から言ってますけど、前から言っているというか、まあ前からあの、この雑談動画見てくれてる人だったらわかると思うんですけども、基本的に僕自身は、ボケもツッコミもやるわけですよ。だからそういう、仲いい人っていうふうに、方学部長呼んでいいかわからないけれども、この、僕はそう思ってますよ。仲いい人と思ってますけれども、まあ向こうはそう思ったいかもしれないけども。 まあそういう人に対してですね、まあボケられれば好きあらばボケようと思ってるタイプなんで、今日ボケたんですよ。そしたらね、ノり突っ込みみたいな感じになってきてね、向こうが。いや、これはちょっとね、僕の中ですごい興奮しましたね。なんかすごい心地よい会話だったですね。だからこう即興のアドリブの漫才みたいな掛け合いみたいなのが生まれて、ちょっとまあまあその、スタッフさんのところに向けてたんで、ちょっと良かったですね。なんかね、そういう、 なんかもう一線を、変な、変なに表現だけど、一線を超えた感じがしてね、良かったっていうか、うん、新たな一面を見たし、またこう、よりこう、近づけたんじゃないかなっていう気がした日でしたね。もう天気は悪かったけど、今日はね、もう一本、この後、もう一本動画を撮るつもりなんですけども。いや、今日はね、ちょっといろんな面白いことがあった。収穫、僕の中では本当に収穫のあった、実りのあった一日でしたね。ということです。ほんじゃまた。